こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルマッサージを頑張りジムの杉田です。今日はこのサイドクローと呼ばれる、アームバランスのポーズについて解説したいと思います。このチャンネルでは、普通のグループレッスンではなかなか、聞くことのできない細かい体の使い方やヨガのちょっと深い話について、お届けしております。今日は、冒頭でも説明した、サイドクロー、横向きのカラスのポーズなどと言われています。これもともと YouTube のコメント欄で質問いただきました。バランス、アームバランスのコツについて教えてほしいという中で、サイドアームバランスという言い方をしていたので、でも、サイドクローとかその辺のことをおっしゃっているんじゃないかと思って、これについて解説していきます。そもそもは、アームバランス、の、意識としては、もちろん腕力っていうのは必要になってきます。腕力っていうのは必要になってきて、一般的にはこれができるようにっていうことからこう入っていくんですけど、これをするときの一つのポイントとしては、腕の力じゃなくて、もちろん腕の力は使うんですけど、いかにこう中心部分、体のこう中心とつながるようなイメージでできるかっていうのが、大切になってきます。なんとなくでもいいので、自分の手が腰骨から入ってるようなイメージ、こういうルートを取るようなイメージで、下にやってあげると、だいぶこう浮かせることっていうのができるようになってくるので、まずはちょっとその力の流れを意識するっていうのが一つと、それを意識してサイドクローに向ける場合は、どうしたらいいかなっていうことについて、お話ししていきます。サイドクローの場合だったら、壁使った練習がやりやすいです。最初は、ブロックを使って、こうやってこう挟んでみてください。で、挟んだ時に中心軸、中心に力を集めるっていうのをまず意識します。これをこう膝を曲げた状態で、よいしょ、で壁にこう寄りかかるような感じで、こうするとこう押しやすいです。でこう押した力で、手で押した力が骨盤からこう手だと思ってグッとこう押すようにして、腹筋を使った感覚を意識します。腹筋を使って意識をこうグッとこう押したら、今度は手で押した力で膝をこうこっちに向けるようにしてください。これがポイントで、特に、最初は右で押した力で、遠くで押した力でこう持っていくんですけど、だんだんこういう力が結構大切になってきます。最初ってまだこの力って入れやすいんですよ。入れやすいんで力の流れが作れるんですけど、こっちになった瞬間に窮屈になってきます。でこれで力の流れを意識して、こっちで押した力でこうしようとすると、腹筋使ってるっていう感覚が強く意識できるようになってきます。でこれで力の流れが意識できるようになったら、ちょっとずつこれをこう下げていって、こう腹筋を意識できるようにできるように、結構この練習をするだけでも、かなりこう脇腹の筋肉、胴体のこういう筋肉を使ってるっていう感覚はつかめるようになってきます。で壁でこう力の流れが分かるようになったら、今度はこう実際床に対してついて力の流れを意識します。で結構この時にこう力の流れを作る前にこう乗っけようとしてうまくいかないっていうケースが多いので、しっかりとこっちで押してこういうイメージ、で今度こうこっちで押して、最初これでもいいかな、こういうイメージを力の流れを意識します。で力の流れを意識して、あ、腹筋をしっかり使って、手で押した力が腹筋を通じて膝をこう持ち上げる力、動かす力になってるなと思ったら、こうして、で力のようにキュッとこう押す感じを、特にこうこっちが乗っかってる方で押す力、キュッとこう意識できたら、あとはテンポです。軸の上にこう乗っかってやってあげて、で特にこれ結構、こっちこう真ん中を集めるっていう力、ブロックで挟んだ感覚を意識しないと力がぼやけるので、こうキュッとした感覚が作りづらくなるので、壁を使って練習するとき、ある程度こう力のある人でも、最初使うと感覚つかみやすいかなと思います。そうすると、こうやってこう意識して力入れてキュッと持ってって、あとは乗っかって、そうするとこうバランスのいいところが見つかってくるんで、乗り切れるようになってくるので、サイドクロー、ちょっと苦手な人なんかは、負荷の壁を使って練習から始めてみてください。
で力があっても、ツイストする能力自体が、苦手な場合、ツイストがあまりひねれないって人は、きつくなってしまうので、まあ、こういうこう、パレシバコーナーさんなんかでこう、パリグリッドパレシバコーナーさんですね。なんかでこう練習したりとか、あとこの練習の中でもしっかりとこう、壁を押して、で特にこっちで押して、キュッとこう、した練習をすると、しっかりとこう、腹筋との関係っていうのが作りやすくなってくるので、まあ、こういう練習の場合は、必ず、このチャンネルでは伝えている通り、中だけ、部分部分で分けて、自分にとってこう適したところから練習すると、うまくできるかなと思います。ポーズができるまでには、時間はかかるんだけど、練習そのもののこう意味を感じられない練習だと、せっかく時間を取ってももったいないので、その練習が未来につながっているというイメージに湧くと、まだできなくても着実にこう進んでいる自分と出会いながら練習できるので楽しくなってくるので、まあ、この動画が参考になれば、嬉しいです。もし力の流れが分かりづらかったり、自分の弱点が、まだ自分では見えづらいという人は、ぜひスタジオにお越しください。まずまでその人に合った、レッスンを提供させていただいております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回もですね、お会いしましょう。